最初かかるじゃん。迷ったんですけどね。Please come by and take a look.약 8,000개 의 전등을사용한이작품은강파란모래사장의종이랜드세로약 20m, 가로 60m 범위에배치하여만들어진작품으로서로다른색의관할을역전해요한자의다채로운그림으로완성되었습니다하얀한색의또하루태어나복사의관할과같이7색의빛으로구성된9月36日、神奈川沖縄村が奥根市30分部と女性の地だったよ。アルナの犬もらえの素をくるめる예정입니다。女性시간은오후9時까지진행될예정이오니많은관심은부탁드립니다。続いて、北斎巨大提灯、龍子です。江戸祭り会場の入り口付近に設けられる門の両脇に北斎の肉質画に登場する虎と竜をモチーフに絵柄を施した高さ約3メートルの巨大な提灯が飾られています。独特な雰囲気で竜の絵付けとされた足を止めてご覧ください。また、キャスト夜行ガイドと題して北斎によって数多く描かれた妖怪を写し取った提灯が怪しくお台場海浜公園の夜の道を照らし出します。江戸時代にはその存在があったかのように詳細に描かれた妖怪たちが道行くお客様を引きます。手掛けるのが京都の絵描きユニットだるま商店と京提灯の伝統技術を今に伝える小島商店。現代の色彩感覚と伝統の技が融合した現代アートを堪能することができます。ぜひお楽しみください。 Next is the Hokusai Massive Lantern, Ryuko. On both sides of the gate near the Edo Festival venue,There is a massive 3-meter tall lantern designed on the tiny lantern and fired for the full-time drawn by Hokusai, lit up across the paths of Odaiba Seaside Park. The yokai are drawn in such detail as if they really existed back in the Edo period. They will greet you as you walk down the path. The designers are Daruma Shoten, Kyoto's artist unit, and Kojima Shoten, the lantern workshop that brings back the traditional techniques of Kyoto's lantern making to the present time.You can enjoy the modern art created through the collaboration of color senses in the present and traditional techniques. Please enjoy the attraction. 北斎巨大提灯、龍子、ルー소개드리겠습니다。江戸祭り회장입장문양쪽에北斎의그림에등장하는호랑이와용을모든높이약 3m 의고대한제등이자식되어있습니다。と百鬼夜行街道ラボへと北斎へ無理で涙を持っておけるとっても絶対に土曜までお台場平穏公園で花が出てきました。
한국 내시 직부터 전통대를 예정입니다. 続いて江戸めし街道です。水辺を彩る江戸祭りのフードエリア江戸めし街道では南蛮カステラ、焼き団子